三浦敏弘は日本の写真家、愛知県出身。風景を中心に写真家として活動。主に中部、近畿、関西地区を中心に全国の四季の風景を撮影。依頼撮影、ストックフォト、エージェント契約作家としての仕事をしながら、他に教会建築、棚田撮影には定評あり専門の写真家として知られる。高校。 大学の2年先輩に、同じく写真家の魚住誠一氏がおり、大学時代のゼミも、同じ教授について学んでいる。2012年、13年に、名古屋で、ミニ展示会。2016年2月に3ウィークにわたり、古典、天竜、奥三河の式を開催。2018年8月22日から9月3日、理工イメージングスクエア大阪にて、古典、ジョジョジ。 リリカルタイム音調のある風景、2018年10月8日から14日、飯田市美術館市民ギャラリーにて、絶対個性表現写し16に参加、2019年3月6日から18日、リコーイメージングスクエア新宿、徐々にリリカルタイム音調のある風景を行う。行政やローカル市等の写真を受け負いながら独自で、撮影を行う。 マナイメージズ写真契約作家でもある。近年では、日本カメラ社発行、日本カメラ2月号、手持ちで撮る風景写真日本カメラ3月号、特集、ジ上ョジ,ョジリリカルタイムの仕事で知られる。人気写真集、アーリーナイトブルーシリーズをはじめとした電子書籍がアマゾンにて全13作品発売中。地元にて写真教室、撮影依頼を受けながら、 作品撮影を続けている。ありがとうございます。